ライトの守備指標、一人だけ化け物すぎる。右翼手の送球進塁抑止で防いだ失点ベスト5。1位日本ハム万波 9.2、 2位西武ひるま 1.9、 3位ソフトバンク正木 1.5、 4位阪神森下 1.4、 5位巨人佐々木 1.4。 一人だけおかしい。草一人違う指標混じってない？これ数字見てもよくわからないけど万波が異次元ってことはわかる。万中化け物すぎるやろ笑い。万中、えぐすぎる抑止力すごいもんな。万波がライトにいるだけでライトに打球飛んでもランナー走らないもんな。人間じゃない腕持ってる人おって草。万波だけ異次元で受ける。なんだこの化け物。これが新庄再生工場の完成体か。この指標だけでもゴールデングラブ賞に値しませんか。もうこれよね。守備だけで3億円プレイヤーでしょ。これでホームラン17本も打ってるんだから仮に打率1割でも文句ないわ。スタメンに文句言うやつさすがにいないでしょ。パワプロのレーザービームの金徳2000用の万波の肩ってつけたくなるな。よくわからん男万波、さすがにレベルが違いすぎる。万波だけイカれてる。万波か万波以外かになってるやん。え、昼間？昼間守備は良い方やな。一番上の化け物は置いといて昼間やるやん。まさきは言うほど悪くないじゃんと思ったら万波が圧倒的すぎる。一個のミスが目立つけど佐々木あの守備機会の少なさでこれなんだから普通に守備は優秀なのよ。打撃も二軍だといいんだからマジで頑張ってくれ。森下もようやってるけど万波化け物すぎるな。うちの66番すごいんです。さあ万波選手の抑止力とはよく聞きますが、実際の数値として見るととんでもないということがよくわかる結果ではないでしょうか。ぜひぜひ皆様の考えも教えてくださいね。ご視聴どうもありがとうございました。